高い目標ではあると思うんですけども、 NPB 復帰を目指してチームの優勝に貢献できるように、頑張りたいと思います。独立リーグ埼玉武蔵への入団が決まった佐藤義則。高校卒業後ヤクルトにドラフト1位で入団すると、2010年には当時の日本人最速161キロを記録するなど球界を沸かせました。しかし翌年から怪我に苦しみ、2018年に戦力外。その後楽天に入団しますが、去年再び戦力外通告を受けた義則、埼玉の地でプロ野球復帰を狙います。まあ、まずはその基本的には選抜で、そのゲームを作るということが大事だとは思うんですけど、もう本当に圧倒的なパフォーマンスを見せたいなと思います。